今週はずっとこの試合への期待が高まっていました。キックオフまであとわずか、もう待ちきれないですね。今日の会場はブラモールレーンです。スタジアムには熱戦を見届けようと多くのサポーターが駆けつけています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。エミレーツ FA カップノックアウトラウンドのこの一戦、見応えのある試合になりそうですね。さあリードできるか、アーサルが決めました。あの距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。あそこで打たれた時点で勝負ありでした。サカ、サンビロコンガ、アースタル、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。シュートチャンスです。入った。この選手はこれで2点目、勢いが止まりません。この直前ぐらいからゴールの予感がしていましたね。フィニッシュもゴールの間近からきっちり決めてきました。アーセナルはサイドに持ち出すでしょうか。これは狙います。決まった。今日3点目、これでハットトリック達成です。このゴールでハットトリックを達成しましたね。今日の試合の主役は間違いなくこの選手です。さあキックオフでリスタートです。これで3点差。ああベンチが動きました。控えの選手と変えるようです。バシャム、このスルーパスは通りそうです。これはキーパーが処理します。ここでホイッスルです。福西さん、前半に大差がつく展開となりましたね。後半のスタートです。前半はアーサルが相手を圧倒していました。獲得しました。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。見事なスルーパス。おっと、またも追加点。これで4点差。相手につけ入る隙を与えません。リプレイが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。キーパーをよく見ていたんでしょうね。パスをカットします。サカ、ここは抜いてくるのか。決まった。さらに追加点。一方的な様相を呈してきたこの試合、相手を完全に圧倒しています。リプレイが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。試合は現在5対0。残り時間もわずかとなり、
そろそろシュートが決まるか。決めた。ゴール。かなり長い距離を走って一人で持ち込みました。フィニッシュまでこの選手の独壇場でしたね。サカ、サカにチャンス。決まった。まさにゴールラッシュです。チームがさらにリードを広げました。この快進撃はどこまで続くんでしょうか。これだけ威力があるとたとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。すごいシュートでした。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。さあ残すところ1分となりました。セドリック、アーセナルがボールを失いました。試合終了のホイッスル。アウェーチームが次のラウンドに駒を進めました。ここまで駆けつけてくれたサポーターも喜びをあらわにしています。アーセナルボールをうまく動かす